はい、では前回は、スパッタリングをして一番炭素が少ないところちょっと探せなかったんですけど、探したところまで行きました。で、次は測定をしていきたいと思います。いろんな測定していきたいと思います。まずですけども、アクアイヤーのセットアップのサーベイで広い範囲を取りましたね。で、次にマルチっていうのがあります。セットアップのこれをやると狭い範囲で取っていくことができます。で、ニューで右クリックします。そうするとこのように出ます、表示が。で、このエレメントってところに測定したい元素の記号を入れます。例えば今回カッパーなので CU と、でエンターって入れます。そうすると実は赤くなって、この下に CU1 とか CU2 とか CU3 とかで設定してくださいって書いてあります。で、測定する代表的なバインディングエナジーの値のところが書かれています。例えば900エレクトロンボルトのあたりのところは、これはカッパー 2P のエネルギーに相当しますので、カッパー1とかカッパー2を入れるとカッパー 2P のところが出てきます。で、カッパー3はおそらくカッパー 3D のところじゃないかなと思います。ごめんなさい、勉強不足でちょっとすぐ出てこないんですけど、他にもいっぱい設定されているようになっています。じゃあ今回はちょっと代表的なカッパー1でいいと思いますので、カッパー1を入れてみます。1エンター。そうすると測定範囲が自動的に決まります。で、ユーティリですね。で、スイープ回数は1回でいいです。ちょっと飛んじゃっては見えづらいと思います。1回でいいです。で、エンター。で、毎回ですね、エンター入れないとダメです。で、それが終わって次にいろんな設定を自動でやりたいときには、このアッドリージュにやればいいんですけど、そんなにたくさん欲しくないですし、常に見てるときはいいです。自動化させたいときにはこのスイープもちゃんと設定すればいいんですけど、毎回どんな範囲でどれだけ取るかを見てきた人はもう1スイープ1回でいいです。で、これもディリート1回で、この1個だけでいいです。で、徐々にいろんな範囲を見ていきましょう。で、まあ次にこの設定が終わったら NEXT メニューというボタンを押します。ちょっと見えづらくてごめんなさいね。ここに NEXT メニューというのがあるんです。そうするとここにカレントニューって書いてあって、で、アクワイヤの測定時間を入力するとこがあります。で、ここにまあ30とか30分でも十分です。入れとけばいいです。これこんなに取らないです、実際は。内角のほど、内角にあるほど高い速度がエネルギーにあるほど短い時間で測定時間進みますから、30分いらないですけど一応入れときます。で、アルミウムのスタンダード、で、テイクオフアンボルテージとテイクオフアングルがこの14と45であることを確認します。で、ここもイエスでこんな状態になってます。で、この次にアクワイヤーのボタンを押します。そして測定が始まります。内角というのは光音が断面積が非常に強くて電子数もたくさん出てくることになるので、短い時間でスキャン回数は進みます。逆に過電下に近くなるほど長い時間測定が必要になります。まあといってもこれも SNG がかなり悪いですね。信号ノイズが悪いです。今サイクルが1でこれですから、これを良くするには4スキャンまでやると、これがこのノイズ幅が半分になります。ですね。で、今回の場合は自動で設定してくれた範囲で測定しました。この始めから終わりのところで、始めのところはここがフラットになるところで10点ぐらいから20点ぐらい取れればいいです。で、終わりのところはこのピークだけ欲しければ、ここからここぐらいまででいいでしょう。で、これも必要な場合は同じぐらい必要になります。なぜかと言いますと、このピークとこのピークのエネルギー差に対応して、この横に出てくるサテライトって呼ばれるんです。すごい一般で分からないからサテライトって呼ばれるんですけど、ちゃんと分析するとこれが、違うものであったりします。 3D こちらが10のリガンドであるとすると、これが例えば 3D9 であったりとかするということです。ちゃんと論文を見てどういう風になってるか調べなきゃ、今適当なことを言ってるかもしれないので気をつけてください。まあ、サテライトっていうのが間違ってないのでサテライトです。で、このエネルギー差に対応してここに現れるエネルギー差も対応して現れます。ここにサテライトです。
あとはですね、注意するべきところとしては、このピークが実は本当はちゃんと見ると対照的ではないです。バックグラウンドを覗いた後にこれバックグラウンドがあって、シャーリー法って方法で一般的に引くことは多いですけど、それで引いた後にでもこれが左右対称になってないことがあります。さらにここの形がかなりいびつで、肩みたいな構造が出てたりするとさらに何か構造が違った化学状態にあるものがあるということになります。慣れてくるとですね、何があるか分かるようになります。例えば今回の場合は酸素だいぶ取れてますんで、酸素と炭素でのピークは出てこないと思いますけど、炭素のピークはありましたので、炭素と銅のピークはあるかもしれません、うん、でそういうのを、あるかどうかというのをですね、常に勉強しながらスペクトル見れるようになっていくといいですね。まあとりあえずここまでかなり今ここ17回やりましたんで、まあこのぐらいでいいかなと思います。撮る場合はだいたい25スキャンぐらいまで撮るかなと思いますけど、これでいいと思います。でサイクルのストップで止めます。うん、止まりました。では次ちょっと解析してみましょう。右ずらしてマルチパックをクリック、ダブルクリックですね。でマルチパックで出てきたここの画面のこの一番上のファイル、ちょっとなんかごめんなさいね、勝手に なぜかうまくフォーカス合わないんですけど、ファイルの、オープンで、ここにちゃんと書いてあります。カッパーの1番選んでますよって書いてありますね。でこれをダブルクリックします。そうするとこういうふうに出てきます。でこれを分析するにはどうすればいいかと言いますと、まずはフィットのボタンを押します。ここにフィットってボタンがあります。これです。でシャーリー法で分析する範囲を指定できます。まずセットアップのここにセットアップっていうのがあるんですけど、これを外します。そうするとこの縦棒が出てきます。でこれでまず開始点決めます。ここが多分開始でいいと思います。そうですね。でさらに終わりの方もこんな感じで綺麗になると思います。で綺麗にバックグラウンド引けてるなと思うところをやってください。シャーリー法で聞いてます。それはこの上にシャーリーって書いてあるからです。で他にもいろんなのがあります。リニアとか、あとはテトラヘドラのシャーリーとかですね。まあ一般的にシャーリー法でいいと思います。でこんな風になります。で次にまたセットアップのクリックを押します。そうするとこの範囲でバックグラウンド引いてくれます。次に、ピークの位置合わせ、ピークのセッティングをします。ピークのセッティングはですね、今これ良くないので、この出る、バンドっていうのを一回押します。そうすると右側になくなってるの、なくなってますね。で次にですね、ここの中で右クリックします。ここの右クリック、これですね、こちらの右クリックをすればいいです。ではやってみましょう。右クリックします。そうするとこんな風に出ます。そしたらこれをこの一番上のところは高さと位置が合わせたら出ますので、こういう風に合わせてもらうということですね。で特にこの合わせるパターンがあります。ガウシアンだけのもの、そしてガウシアンとローレンチアン、そしてアンシンメトリックと3つあります。でガウシアンの場合は装置の分解度がガウシアンで関係していると言われてますので、装置の分解度が関係する場合にはガウシアンだけでいいです。でガウスとローレンツというのは装置の分解度とさらに電子が出てくる時の、寿命に関係してローレンチアンの分布幅でできますので、ガウスローレンチアンになります。だから一般的に分析するのはガウスローレンチアンが多いです。でさらに金属の場合には多体効果によって可電子体が冷却されて出てくるエネルギーが弱くなります。ですのでその影響を入れるためにアンシンメトリックを入れます。このアンシンメトリックはガウスローレンチアンも入れてアンシンメトリックにもなってます。なので金属のものを分析するときにはアンシンメトリックにすればいいです。でこのようにしてやります。いいですね。でこちらの左側
ミアルも同じように行います。このようにして、でこの裾のやつを広げると裾が広がるようになります。こんな感じになりますね。こんな感じです。であとはここの下にあるフィットというボタンを押せばフィッティングがなります。ちょっとこちらの左側はうまくいってませんね。なかなか難しいですね。で合わせてフィットという感じですね。でこれが人間の見た目でね、綺麗になるまでやってください。ちょっとなんかうまくいってないですね。で今炭素の成分が少ないので、もう炭素の成分なしとしていますけど、本当はどっかにあるかもしれないです。これがもっとギザ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 ってなるのがフィッティングがいいことなので、この辺りにもしかしたら炭素あるのかもしれないですね。ちょっと難しいですね。で、ここのサテライトの部分もかなり無視してます。まあしょうがないと思いますね。うん、本当はサテライトの部分を分析できるといいですけど、まあこれで十分だと思います。でこの分析結果はこの右側に出てきます。例えばポジションのピーク位置が 933.69 と 953.37 ということですね。933.7 ぐらいで良かったと思いますんで、おおむねいいと思います。で、ハンチ幅もできます。1.79 とか 2.39 とかですね。で、ガオシアン成分が 40% ありますよということも書いてあります。で、このようにして行います。まあ、いいんじゃないでしょうか。で、これをですね、実は、取り出すことができます。エディットのコピークリップボード、ごめんなさい、向かいますね。エディットのクリップ、ごめんなさい、エディットのクリップボード。で、その後に、例えばマイクロソフトのワードで、右クリックして貼り付け、コントロール V でもいいです。するとこんな風にできます。で、条件出てくれます。で、さらにですね、フィッティングした時の条件も出てきます。それは、ビューサムっていうボタンを押すと出てきます。そうすると、フィッティング条件が出てきますので、これもセーブしておいてください。ファイル名前を付けて保存でやります。で、このようにして、フィッティングした結果が出てきますので、これでどうなってるのかなっていうのをチェックしてくれもらえばいいです。うん。で、これを別の分析ソフトで解析したいと。で、実はこの解析した結果出ないので良くないんですけど、生データ、この、生データっていうのは、このデータ、これフィッティングした後のデータが出てくるな。まあいいや。データを書き出すには、ファイルのエクスポートの ASCII というので、セーブすればいいです。で、これ、ここに入れてセーブすればいいです。例えば、カッパーの、これは 2P ですから、カッパーの 2P と入れて OK すればいいです。そしたらデータが出てきます。で、これを閉じてもらって、で、例えばデータのここのところにリンクが貼ってありますけど、ここのところの EML、ごめんなさい、見えてなかったかもしれないですけど、もう一回やりますと、ここのところの、EML のところの、テストのところの今日の日付のこの ASCII ファイルですね。で、ASCII ファイルはスタートとステップがこの NP でステップで、ステップ数はこれですよ。で、強度のデータがこれですよってなってます。で、カッパー 2P 取ってますよっていうのが書いてありますので、それを参考にしてやってください。よし、じゃあ次、ちょっと他のも取ってみたいと思います。でですね、他の通るときにはもうスパッタ終わるときにはスパッタの条件をやめます。なぜかというとこの真空度かなり悪いんですよね。うん、で、スパッタはまず止め方、まあスパッタ止め方はまずこの後にします。じゃあこれでちょっと止めてみます。